映像、デザイン、ウェブ。茨城のコンテンツ産業は無限の可能性を秘めています。CG クリエイターの相馬明さん、デザイナーの本木俊太郎さん、システムエンジニアの森さとみさん。スタジオ2分の1はそんなコンテンツ産業に挑戦し続けています。Facebook でいいなって言ってシェアしたんです。この茨城クリエイターズハウスが入居者募集してるよっていう記事を。そしたら相馬さんから悪のささやきが出てきまして応募しようと思ってんですよみたいな。本木さんとまだ会社立ち上げる前だったんですけど、一緒に事務所でやってて、すごいいい人なんですけど、一緒にやって楽しかったので本木さんをお誘いして3人で応募したのが始まりです。プロとして数々の作品を手掛けてきた3人。クリエイターズハウスの中では数々のコラボレーションを通して、時には若いクリエイターたちを導いています。どうなんですか、兄貴。いやー、というかやっぱおじさんなんで角は取れてるんですよ、若い人に比べて。だからその調整役みたいな、こう若い人同士だとガーンってぶつかっちゃう、意見がぶつかって、まあそれはそれでいいことなんですけども、それをこううまくこうね配置してあげるみたいな役割は受け流したりはしてる。いやでもやっぱりそれは一つとしてそう思われてるっていうのもあるんですけど、あとでも刺激はありますよね、若いんで、やっぱり何でもクリエイター、まあクリエイター業界なんか特にそうだと思うんですけど、5年10年差が出てくるとおっって思うのを作ってきたりするんですよ。やっぱりここの人もそうだし、若い人たちもそうなんで、だからその刺激を受けるだけでも十分なんですよ、ここにいる。だからだんだんやっぱり自分のデザインとか凝り固まってきてっていうのがあったのが、ここに入ってから少しそれは砕けたかなっていうのが僕の中の印象なんですけども、もう全力で来るんですよ。そうすると全力で返さないと受けているって。だからおじさん2人は疲れ切っている3人で開発中の 3D ホログラムキット。スマートフォンの画面を使うことでホログラムを簡単に写すことができます。小学生ぐらいのターゲットで、地球はこうやって一日何時間で自転してとかっていうナレーションを入れて、はやぶさんもこういうので糸川に行って帰ってきたんだよっていうのをナレーション付きで一応宇宙グッズとして、だからこれも自分たちで試作作るんで、企画と商品デザインを本木さんが、映り出す CG を相馬さんが、アプリ開発を森さんが行っています。いろいろアイデアとかやってみたいことが結構いろいろあって、で今もちょっとスマホで、今これもスマホなんですけど、これのもうちょっと発展系で、来年は今年か、今年はちょっともうちょっと違うことをやってみたいなと。みんなこう一人で完結する仕事じゃないんで、そもそもこうやったらこう返してきたみたいなの、その点レスポンスはここもそうだし、ハウス全体もそうでなんですけど、すごい反応がいいんで非常に面白いですね。例えば茨城で作ったからといって、茨城県民の人がうわ茨城でやってるからちょっとお布施的に出しとくかみたいなのは認められたって言わないと思うんですよね。で、クリエイターの世界って本当すごいなと思うのは、世界につながってるじゃないですか。ここで作っているものがとてもクオリティが高いものだったら、世界のいろんなところから発注が来るっていう世界だと思うので、せっかくそういう業界にいるんだったら、もう全世界の人が欲しがるようなものが飛ぶように売れていったら、それこそビルも建つと思いますし一番素敵なことだと思うので、なんでしょうね、ここで作ってるからといって地域だけじゃなくて、日本だけじゃなくて世界を狙っていきたい、そして儲けたいっていうでっかく出ちゃった、でっかくビルが建てたい
進化し続けるスタジオ2分の1、彼らの挑戦はまだまだ続きます。